はい、今日のです。えー、今日はですね、まあ、心拍変動の話題というよりは、まあ、心拍変動仕様にね心拍数平均心拍数って入れて考えたらいいわけですけども今日は心拍数のお話しますで心拍数とこうね、えー、これクロノトロピー自変次性という性質つまりこれはですね、えー、心拍数を変えるいろいろな影響ありますよね。運動したって変わりますしあるいはまあお薬に,によっても変わったりします。 はい、そういうふうに心拍数のこの速さを変える変えるっていうことを調整するっていうことを返事性と言いますこちらのお話がまあ後半メインになりますでこれんでこの話するかというとこれですね日常活動中普段こう病院外であるとか、えー、実験室の外で測る心拍数いろんな皆さん生活様式違います。そこで測る心拍変動のの解釈っていうのは 難しいいでですすよねねっていうお話です、ね、もう一度心拍変動の解釈っていうのは慎重に考えましょうそして心拍変動をどう活用していくかっていうのをこれからもう一度私もゼロから考えたいというお話ですはいで参考文献こちら挙げておきます心拍変動をまあ計測する解釈する時の注意点はで一つはですねまずどういう条件で計測したのかなとでしかあるいは どういう条件で皆さん計測したいですかということですよね。一番上に書きました。実験室でっていう研究多いと思います。これは条件をね揃えればいいわけですよね。姿勢を変えてみてどう変わるか。あるいはえ心理的な負荷を与えてどう変わるか。あるいは歩いたり走ったり自転車をこいだりしてどう変わるかですよね。そういうふうに条件を変えたものを比較することによって心拍変動が変わる。そうするとですね、解釈。 についてあの役に立つということですねすっきりした解釈が得られやすいということがありますもう一つ呼吸統制で書きましたけれどもこちらあの、まあ、実験によってはです、ね、心拍変動を測るときにメトロノームで呼吸数を周期的にしたりする場合もあります、まあ、それをするかしないかという問題もありますけれどもここは今日は触れないですけれども、はい、そういうふうな違いがありますけれども実験室で測るときには なるべく条件を揃えてっていうことを意識するわけです。一方でこの2番目に書きました。日常生活中で測るという場合あります。書きました。時間ですね。24時間から1週間程度実験室はですね。短い短時間計測と書きましたけど、5分から30分まあ、1時間程度もあるかもしれませんし、23分のこともあると思います。はい、それに対して長時間計測というのは？ おむね24時間とか今は1週間測れるようなデバイスありますのでねそういう長い計測をして心拍変動を分析して何か何かに役立ちたいということということはあると思います。でその場合はですね心拍変動特性がこの日常生活でやっているような活動であるとかあるいは起きてる寝てるというその違いであるとか睡眠の深さであるとかあるいは気持ちの面情動ですよね。 あ何かテレビを見てねあのあ笑ったりとかあるいはあこれももう嫌だなととか思ったりという情動でで影響を受けけるわけですそういうことでこの24時間1週間こういう長い心拍変動を評価するときには部分区間例えば5分5分5分でこう5分5分5分をずっとこうく部分を見ながら評価していくときにはその時何やってたかということの影響を強く受けますのでこ刑事的な変化の解釈って難しいですよということがあります。ですので この時って非常に挑戦的なわけです。はい、一方で、えー、心疾患であるとか、まあの評価ですよね心疾患とか心筋梗塞後の患者さんの評価においては24時間から1つ統計量を出すということをしますつまり24時間丸ごと使って心拍変動仕様を計算するそれはもちろん日中の違いであるとかそういうことをですね24時間まとめればですね起きてる時も寝てる時もあるそういうことで、えー、生活の違いっていうのを違いの影響 まあ小さくできると思われるということがありますので、そういえば24時間丸ごとです。だから、挑戦的なのはこう変化の中で。何か解釈していくということです。はい、そしてですね。心拍変動解析をするときにはまあ、データの質ということにも注意する必要があります。データの質。一つは計測にどういうデバイスを使うかということですよね。はいで、ホルター心電系っていうのが、この医療メディカルで使うこう心電図検査です。 これはちっちゃい携帯型も非常にとか、ね、もっと軽いものあります。それを24時間あるいは長ければ1週間ぐらいつけっぱなしで測る。で別に病院じゃないですよ。家に帰っても仕事場でも測ります。そうすると不整脈がですね時々発生したりしますのでそれを検出できるわけです。まあ、あるいは虚、えー、血性疾患っていって肝、まあ、動脈でね心臓の前の血管が詰まったりするようなあの 病気ですよねそれについても評価ができるホルター心電計っていうのはこうシールみたいなんですねあのディスポーザブル電極っていうのでピタッと貼りますんでちゃんと貼れればきちんと測れます一方で最近はウェアラブル心電計心拍計っていうのが出てきます出ていろいろありますこれは医療メディカルではない非メディカルの用途でも入手する使うことができます、はい、それの代表的なものは腕時計ですよね 腕時計そしてこの光電脈波といって光を当ててこう測ります、はい、そういうふうにして心拍数を測ることもできますしあるいはシャツタイプのものもありますこれはシャツの内側に電気を通すシートであるとか繊維が貼ってありますでそこから心臓の電気的な活動を測ることによって心拍数を測るということですよねで心電図計測っていうのは医療検査医療機器に該当しますので なか,なかあの難しいんですけども、まあ、心拍数を測るっていうのはこれ、えー、グレーなとこがありますので、えーね、メディカル以外で活用するってことできます。こう、ね、いうねつまりきれいに測れてないっていうことがウェアラブル心拍計では多いですのでその時に心拍変動 C を計算しました今までと同じような解釈でいいですかっていうことを注意してくださいということです。 はいで、こういう風うにいろいろな条件、デバイスの違いっていうことも意識しながら心拍変動を正しく解釈しなければなという風うな意識、私持ってます。はい、そしてですね。心拍変動仕様ってこうですね。ここに書きました。万能ではないということです。つまり計測する条件が違えば。値を比べたり、同じ解釈を使ったりできないっていうことは当然ありますよね。そういうことで。 心拍変動ハートレイト a t ビ v a ですね HRBCO これはもちろん万能ではないですよということを強調していきます。ね、これあの否定的に書きましたこういうふうになんか心拍変動っていうのがもう何かこうスーパーマンのようにねあの何でも教えてくれる活躍してくれるわけではないですということで、はい、2番目にも書きました「心拍変動の指標 HRBCO の解釈は単純ではないですよ」とでもちろん参考になることっていうのは多いと思います。 値の代償が何か参考になることはあると思いますけれどもそれが一体何を意味しているのかっていうことは、まあ、慎重に考える必要があるということです。で私自身は心拍変動指標を計測した時に何を想像するかというとこういうあこれで使,使えるなとかねこいつが助けてくれるなとは思いません。はい、あくまでででデータがあるだけですので これこういうところに特徴があるんじゃないかなっていうふうなヒントに使いますよということで原子を考えてほしいなというそういう使い方もしてほしいなということが言いたいということです。そしてえ先ほどとデバイスの違いって言いましたけど RR 感覚のデータって綺麗な場合ばっかりじゃないんですよ。き汚い時もあるんです。R 波の検出がうまくできない時多いんですよ。ということですね、そういういにも きちんと心拍変動指標の値っていうのがね、計算できませんから、間違った値出ますからね。そういう時も注意してくださいということです。心拍変動をどういう場面で活用、活用したいかって、私が今、今何を考えてるかっていうことをちょっとここで書いておきます。で、ここではですね、日常生活中に計測された心拍変動を活用したいという気持ちで説明してます。ですから、ね、実験で使った場合っていうのは今日お話はちょっと違います。 はい。日常生活中に計測された心拍変動を使うのにやはり解釈難しいよねっていうことでどういうふうにしようかなっていう疑問ですもう一つはウェアラブル心拍計を使いたいこれもありますその時にどうしますか心拍変動指標を計算しますかどうしますかということを考えますあるいはデータが汚いっていうことがありますよねっていうことですなかなかこういうウェアラブル心拍計ではきれいに破壊してないことが多いんですよ そうすると心拍変動指を計算すること自体もう意味をなくしてしまっていることが多いですということでそういう汚いデータを分析したいなというか取れてるんです一部情報はその一部の情報でも活用したいという気持ちですここまでがイントロですはいじゃあ心拍数の話ですお話ですで心拍数の中で安静時心拍数というのはありますで、ここに書きましたタイトルに書きました心安静時心拍数は 安静時心拍数は重要な健康指標。安静時心拍数というのは何かというと、基本はまね朝寝て起きてすぐのものが使われます。まあ、それ以外の場合もありますね。あります。でまあ基本は朝起きてすぐのものがいいです。そして横になって測ることが多いと思いますけども、これですね定義が論文によって。 で異なっていればありますので注意してくださいしかも書いいてない時があるんですすよねこれも本当に困ります横になって測ったのか座って安静剤安静外安静行外で測ったのかこれ違いがありますけどもまあ基本は横になることが多いとは思うんですけどねはい、まあ、とにかく安静時に測ってるで起きてすぐ測ってるというのが安静心拍数です。でこの安静心拍数って単純ですよね。であ1分測ればいいですよね。 で落ち着いてくださいあの今日心配事とか考えないでください落ち着いて測れば1分で測りますでこの安静心拍数を見てやればですね例えば、えー、この安静心拍数が高くなっていくっていうことはさまざまな病気が発生するリスクあるいは死亡率の上昇と関係するっていうことが今まで分かってますはい例えば、えー、この上に書きました心拍数が 94bpm 以上の群の全死亡率っていうのは まあ、あらゆるシーンででの、えー、死亡ですその死亡率が56から 60bpm 群の低い群の2.7倍ですよっていうのがあの論文で書かれたりします。あるいは安静心拍数っていうのはスポーツされる方アスリートの方々のコンディショニングですね体調管理に使われたりします朝起きてすぐの心拍数、安静心拍数は日によって上昇することがありますそういう時は疲れが溜まっている。であるとか トレーニングしすぎであるとかそういう兆候ですあるいは何かちょっと病気の発生の可能性がね起きてきているというような可能性を、えー、反映していますので安静心拍数が高いということは、まあ、そういうふうに、まあ、悪い兆候があるのでアスリートの方練習のメニューを変えたり練習を休んだりということをされているようです。はい、でまたですねこれ3番目下に書きました。男性では安静心拍数は10 bpm 1>, これ10 1分間に10拍以上、えー、上昇する5とにですごとに突然死の発生率が約2倍ですねで突然死というのを主にね心臓突然死と関係するものが多いというふうに言われてますけどもこれ心電図ですねこういうふうに普通に正常に打ってたかと思われるものが突然ですねここ心室が痙攣のようにある心室細動こういうのが起こりますでこういういのが原因で えー、亡くなられることがあるわけですけども、こういうふうな、えー、突然死の発生率が10分 bpm 上がれば2倍、20bpm 上がれば4倍になっていくよということが報告されています。っていうふうに安静時の心拍数であっても様々なことわかるわけですね。で、これなんでわかるかっていうと、もちろん心拍数が高くなるというのは交感神経がこう優位な状態になっているということが 原因としてあるわけです。交感神経が、えー、活発に働くと心拍数は増加します。そうですね。副交感神経が働くと心拍数というのは減少します。普段の状態っていうのは基本こちらですね。副交感神経が支配的になっているのがいいわけですで。今までの疫学的研究。 によって交感神経がこうバランス交感神経のバランスが高まっているような状態は、まあ、あらゆるさまざまたくさんの病気のリスクを上げるリスクというのは発生確率の意味で今使ってますはいそれを上げるということですので心拍数が高くなるというのはこの状態を反映しているわけですよねそういう意味でリスクが高いということですはいということで まあ心拍数を見てもこの自律神経のまあバランス、まあ、あるいはまあ交感神経の更新っていうことはある程度評価できるということがあります。そして上に書きました心拍数が変化すれば心拍変動 HRB の特性ももちろん変化しますよということです。で今日なんで心拍数を取り上げたかったか、まあ、いろいろな理由があります最初にも導入したような理由があるんですけども 理由の一つこちらですねこの論文ともう一つは心拍変動ハートレートバラビーティのウィキペディアですでウィキペディアにですねちょっと正確ではないですけどこういうふうな文章が書いてありました、えー、と心拍変動の情報は、えーまあ、心拍数に全て含まれているという書いてあったかな、まあ、心拍変動の情報っていうのはう心拍数で同じですよみたいなことは書いてありました、はいで これについてですねイエスともノーとも私はまだ言え,な言えるような知識はないですけども、まあ、そこの意味について考えたいと思ったから今日はこの話題を選びました。でそこで引用されていたのがこの論文です。でこの論文ちょっと読みましたけどねそこまでのことは書いてなかったと思うんですけどもただこうは書いてありました。心心拍拍変変動指標っていうのは心拍数ののは、数化に依存するので、 調整した方がいいいんじゃないですかと心拍数に合わせて修正した方がいいんじゃないですかっていう風なタイトルで書いてありましたそういうメッセージでした。はいそういうことです。で何かというともちろんですねこういうことですね心拍数っていうのは身体活動睡眠覚醒情動の影響を受けて変わりますよということですよね。でそれっていうのはもちろん自律神経やあるいはその他の生体の制御の制御を反映しているわけです。で そのように心拍数が変われば当然心拍変動仕様も変わります。はい。で、上にも同じ引用ですね。で、そこではですね、心拍数と各心拍変動仕様っていうのはこういうふうに関係するんですよっていうことが議論されてます。ですので心拍数が変われば当然変わります。はい。そしてじゃあ心拍数がいろいろ変わると、この変わるっていう特徴というか、この心拍数の調節のですね、この様相を、まあ英語ではですね、 ククロロノトロピックでこれはまあ難しいですこれなかなかですね英語でも少ないんですけども、まあ、クロノトロピックって形容詞かなと思ってクロノトロピー PY PY です、ね、P y で,す P y ので探すす英語って書いてあるのもあるんですけど英語でもそんな多くないんですよね。でこれ何かっていうとクロノトロピーとかクロノトロピックエフェクトっていうのは 変事作用。日本語で訳せば変事作用と呼ばれる、変事性と呼ばれるものですけども、まあ、心拍数を調整する作用のことです。神経伝達に影響を与えるお薬を飲んでも変わりますし、運動しても変わります。それは気持ち、情動でも変わります。そういう,うな心拍数を調整する作用のことを、クロノトロピックエフェクツと言われるわけです。この心疾患の患者さんにおいてですね、ここですね、えー、こちらの論文。 で,す、ねでえー、これ6分間の歩行運動負荷でした歩くと心拍数では当然上がっていくわけですそういうふうに運動負荷による心拍数の応答を見るこれを変時性というわけですねでこの変時不全っていうのは運動しても心拍数が上がっていかなくなるこれがこのような現象が高齢者における死亡率および慢性心疾患 慢性疾患あ心疾患ですね発生のリスクと関係しているとここのこうですねでこの現象を変事不全ですねクロノトロフィックインコンピーテンスというちょっと発音は正しくないので参考にしてくださいということでこの辺から注目されているわけですというふうに心拍数の変化っていうのはこれそれ自体重要なわけですはい、ということですよねで こういうふうに、まあ、クロノトロピックな効果っていうのはいろいろあるわけですのでそれは心拍変動自体も変えますよねと変化させますよねですからそういうふうに心拍数を変える心拍変動も変えるっていう影響があるので、まあ、日常生活中の心拍変動の解釈って単純じゃないでしょうというふうに私読み取りました。はい。ということです。でですのでここを考えなきゃいけないですよね。 うん、心拍数と心拍あ日常活動でどう心拍変動が変わっていくのかということです。ただここにはちょっと,、ね、踏み込みませんということで心拍数って重要ですよ安静心拍数って重要ですよとですね。でそこでちょっと私の研究の紹介になりますけれどもいろいろなアプローチって心拍数でもありえますよねいろいろなアプローチ心拍数を考えたってありえますよねということでいくつかアイデアを紹介したいと思います。 こちらですけれども、今ですね、ウェアラブル心拍計、ほとんどは心拍数を測れると同時に加速度センサーも入ってます。で、ホルター心電計も今加速度が入っているものが多いですよね。で、その時に心拍数とか心拍変動の情報だけじゃなくて加速度の情報も使いましょうということで、こういう分析をしたらどうですかということで、はい、これ、えー、紹介します。一つはですね、加速度の情報を使えば、体のこの動きの強さを評価できます。 はい、身体活動量の強さを評価できます。身体活動量の評価を1分ごとに行います。はい、でか動きの強さです。そしてその1分間の心拍数って書きましたけれどもここは心拍数の1分間の中央値だけを選びました。これ何でかっていうとさっき言った汚いデータってあるんですね取れてないんです。でですの,でその 怪しいデータをできるだけ弾きたかった。ということで、1分間の中の中央値というのは、これ一番まあ、信頼度が高いだろうということで、中央値を代表値として使います。ということで、1分ごとに身体活動の強さですよね。大きく動いてるかゆっくり動いてるか、そういうのがわかります。で、心拍数の中央値。この組み合わせをですね、データとしてどん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 取っていって、 はい、横軸加速度身体活動量の強さ縦軸心拍数中央値の心拍数を書いてやればこうブワッとこういうふうにですね45度のラインに乗るんですねこっち難しいこっちこうですねこう乗るんですでこれはですねこのバッテンっていうのは各瓶に分けましてその代表値を書いてます中央値を書いてますはいでこういうふうに活動が身体活動が強くなれば心拍数って上がります通常上がりますでこの関係からこの直線近似をしましてこの 身体活動がゼロ。つまり加速度的にゼロになるところのこの切片の心拍数ありますね。こっちをですね、まあ、今はちょっと便宜的に心拍指数として定義します。名前が重要じゃないです。切、ま、片、あ、心拍数と呼ぶこともあります。これも私は発表によって変えてます。そういうふうにまだ共通に、ね、認識された名前がないです。で、こういうふうにすると何がいいかっていうと、 これ安静心拍数って安静にして測んなきゃいけないんですけどもこれ日常的にこう活動してる中であ今日あなたはこう動かないとしたらこのくらいの心拍数になりますよねっていうことが予想できるっていうことです。でこのデータっていうのはこう働いてる方々を対象に取ったものを分析しました。はい、いこちらでですすね。ね。2017年だいぶ前ですよ、ねはい、ということでこの値。 セッペの値なんですけども、これ活動をすることによって、こう安静時の心拍数に近いものが推定できるということです。はい。で、このセッペの心拍数の値ですけども、例えばですね、アンケートも取りました。えー、仕事の前ですね、仕事を始める前の体調アンケートを取って、この心拍指数と書きましたけども、えー、体調不良が何か、ちょっと調子が悪いなと。 あの病院に行くことではないですよ。ちょっと普段より体調が悪い感じがするなっていうのも不調あり。そして、いや、何も特に問題を感じないよって時は問題なしとやります。そうするとですね、不調を感じてる主観的な不調を感じている場合には少し高くなるっていうことが出てます、はい。あるいはですね、仕事の後ですね、仕事の後にですね、これはちょっと熱中症に関係した症状を主に聞いたんですけれども、 仕事の後にちょっとめまいや立ちくらみを感じたり顔がほってる感じがするなというようなことあるいはちょっと頭が痛い気もするなっていうようなはいそういう症状をアンケートで書かれた場合と書いてない場合で比べても調子がちょっと良くない方では心拍数が上がるというような結果が見られましたまあたあのこの傾きの方もですねあの変わるんですけどもはいここはせっぺんの心拍数ね注目してますので。 先ほど言った安静時心拍数を安静時以外から評価するっていうことでね、こういうふうにできるんじゃないかっていうことで、我々も提案しています。はい。で、こちら、じゃあ、個人内でどういうふうに変わるんだろうっていうことで、えー、はい、こちらの例。こちら、えー、屋外重作業ですね。工事現場で重作業されている53歳の男性の例です。で、こちら、えー、5月30日、31日、6月。 2日3日8日と、まあ、データが抜けてる日が日もありますので、まあ、こう並べていったわけですそして先ほどですね活動量身体活動量に対して心拍数中央値の心拍数を書いて、えー、こうねばらつきがたくさんありますので各瓶に分けて瓶の中央値を書いていくとこういうにね代表的な点があっておおよそ直線的に載ってるなっていうことが確認できます。ここに直線をフィットしましまてこの切片に相当すするとですね 心拍数これを心拍指標とさっき呼びましたけどもこれを計算して、えー、書きました。でこういうふうになってます。そしてこのところね切片の値に注目してこう日いろんな日がありますまあ比べてみます。そうするとですねこういうふうになってますね。アンケートですねこの方問題ないよ朝のアンケートです。問題ないよ問題ないよって答えられていたんですけどもこの6月8日については「中学生ちょっとお腹痛い感じするな」っていうふうに答えられてました。 でこの日については、この切片の位置が高くなるんですね。このピンクの帯が、このこれまでの幅ですけども、上昇する。あるいは傾きがちょっと低くなるというような現象が見られました。ということで、えー、日々の体調の変化っていうのが確かに、こういうふうに見ても心拍数の変化に現れるなということが、えー、分かってきましたで。これは他の方の例ですね。屋内計作業。 はい、で50代男性こちらの方も問題ないと答えていた日と比べてこちらですね就業後にちょっと顔がポカポカほてるような感じがするなと答えられていた日についてはこういうふうにこういうふうに心拍数を使うそして活動量と合わせてみることによって何かより安定した評価ができるんじゃないですかっていうことを今日お伝えしたいことです。はいえ こちらですね。えー、今、先ほどのですね、えー、結果っていうのは、実はこの倉敷紡績株式会社がですね、このスマートフィットフォーワークっていうのをこう、サービスとしてやってます。これは、働く方々の、えー、普段の、あの、ウェルネスをですね、管理するということです。これ、今日、あの、利益相反あります。今日、あの、私、あの、倉敷紡績株式会社から研究費も頂い,いてます。はい、そういうことで利益相反あるので、えー ね、慎重に見てください。ただこちら2018年からサービス始めておりましてそれで、えー、いろんな工事現場で働かれる方とか工場で働かれる方何千人も、えー、今も、えー、つけて働かれてますでこの中にですねここではですねこういうシャツ型とか腕時計型のウェアラブルセンサーを使って、えーまあ、熱中症にならないように働いている方を見守るそして 普段の体調と比べてどうですかと、はい、いうことを見守っているわけです。で、ここで使うアルゴリズムについてもちょっと説明します。で、初期のアルゴリズムについては、先ほどのですね、こちら使ってました。はい。つまり、えーね、何時間か、これ測ればもうこれ評価できるわけですから、朝働き始めて、1時間、2時間働いた状況で、今日普段とちょっと、 心拍数がちょっと高くなってますよということで注意してくださいねというところの、えー、そういう情報を使ってましたけども今は使ってません。なぜならこれは2時間待たないと1時間待たないと2時間待たないと評価が始まらないからです。はいということで今はどうやってるかというとですね、えー、こうです。このシステムで、えー、心拍数を測れます。で 他にもね、いろんな情報が測れます。例えば年齢性別であるとか心拍数あと身体活動量ですね加速度が入ってますので測れますあるいは衣服内の温度であるとか、えー、環境の温度もこれは、えー、日本気象協会のネットワークであるとか環境センサーから得,ら得ることができますでこういうデータがあるのでどういうふうにして心拍数これ心拍変動は使わないです心拍数を体調の評価に役立てているかというとここでですね心拍数に注目します。で 心拍数を、はい、持ってきますでこちらこうこですねこういうふうに心拍数以外のデータでここでですね主に大事なのは身体活動量です体の動きによって心拍数で大体決まりますこれがクロノトロピックエフェクトですね主には身体活動量で日常生活というのは違う変わります もちろん情動もあるんですけどもそこはわからないので加速度でわかる情報としては身体活動量です。で、こういう情報変数から、まあ、数式を使いまして心拍数を予測するモデルを作るわけです。ですかだから心拍数を測らなくてもあなたは今このくらいの心拍数になってはるはずですよねっていうことが予想できます。はい。で、実際には心拍センサーつけてますので心拍数を測ることができます。 はいということで実際に測った心拍数ですねこれと予測した心拍数を比べてやるわけですそうすると何がわかるかというとこれ模式図ですこれは実際のデータではないです、はい、オレンジ色がこういう、まあ、身体活動量を主な変数として予測した心拍数がオレンジ色ですそして実際に観測されたのがこちらの青色ですねでこういう風に あなたの心拍数このくらいのはずですよ普段ではっていうのをから外れてくればあれちょっと普段と心拍数ちょっと普段よりちょっと心拍数高いみたいですよねというふうなことをまあ、で判断ふ、まあ、普段と比べてっていう比べてるだけです、はい、ということをまあできるようにしたということですこの方法を使えばですね実際にま初期の体調の変化っていうのを検出することがまあできる場合があるわけです、はい ということでこちらは実際の例です。こちら実際に働いている方で何日も学びますでたい5日から10日、えー、装着すればかなり、えー、かなりの精度で予想できるようになります。はい、でこちらのデータではオレンジが予想で青が実際に測ったデータです。そうするとです、ねまあ、ギザギザしますのでね完全にこう一致するというわけではないですけども部分的に、ね、合ってるというふうな 結果が見られますところがですねこちらですよねここでこれ昼休みに入った時にこうぐーっと心拍数で実際の心拍数が上昇していったわけですでそうするとこのシステムでは普段ね普段と比べてあれ心拍数がちょっと高くなってきてますよということであのお知らせするわけですはいでこのここはですねもうオレンジこう低くなってますよねこれはおそらくもうじっと横になって休まれてたと思いますはい でここで高くなってますよというところでこの幅も、えー、ですね、まあ、20bpm とかそういう幅を,を上昇すると、えー、注意を促すようになってますでこの方ですね、えー、実際にですね、えー、昼休憩が始まるときにですね職長さんにちょっとょ調子が悪いんですということで、えー、仕事を休んで、えー、職場の医務室で休まれたということですでその後はまはですね まあ、心拍数については普段と同じような振る舞いに戻ってます。はい、で、まあ、この原因っていうのはですねなかなかわからないところがありますけれどもこういうふうに確かに心拍数が普段とずれてくるというのが何か不調と関係してるということは、はい、この結果も物語ってます。はい、もう一つのの例ですですすこちらはです、ねえー、3日連続のデータになりますでオレンジがが予測で青が 観測されたものですでこれ明らかにですねあこれ深夜勤務の方ですこれ、ね、深夜勤務、えー、11時ぐらいから朝までね働かれる方ですけどもこうですねオレンジとこの青のズレですよねこちらここでもちょっとあったんですけども次第に次の日もうこの後半部分ではかなり高くなってるわけですはいでもちろんこのシステムは普段より心拍数は高いですよということをお知らせしますはいただななかなかですねこれ 問題点は普段と違いますよで自分でもちょっと調子悪いなと思ってもですねなかなか仕事をね休むって言えないですよねはいそこはだからこれが解決策だとは思いません。はいどうししししてててても皆さん無無理理やや理して働いてしまうことが多いいと思まます、まあ、というでも2日目そしてもう3日目になると仕事の最初からもう大きくずれてるわけです。普段の心拍数と比べて102020 10 10ですね。 20BPM ずっと高いわけですこれは、まあ、明らかに普段とは違う振る舞いですよね。はい、ということでこれずっと普段よりちょっと心拍数が高いですよってお知らせするわけですけども、はい、でこちらですねこのこの日の仕事の終わりに、まあ、体調不良ちょっともう調子が悪いので明日は休ませてくださいということでお休みになられたということですよね。で次の日欠勤されたというところでこういうふうにやはり心拍数の変化っていうのは 何か体調の変化を表しているということがありますので必ずしも心拍変動指標を使わなくても心拍数の情報でいろいろなことが分かるでしょうということです。はい、ということで今日ま,とめま,す、はい、まずですねもちろん日常の心拍変動を使ってあるいは心拍数を使って何か医療,医療メディカルに役立ったり。 皆さんの生活をね安心安全にするようなことに役立てたいわけです。で心拍変動指標っていうのが何か万能ですごいものというところではないですよというところで解釈は簡単ではないですよということで今日はちょっと注意というかもう私の考えです。これもちろん正しいかどうかははいわかりません、はい。ということですで。心拍数についてはここですね。変事性ですね。あります。いいですよね。運動で影響を受けるというところがあります。 で、でこういうい性質あるんですで。そしてそれは心拍変動にも影響を与えるのでここら辺どういうふうに扱いましょうかどうやってかんいやどういう扱えばいいかということを考えましょうということです。はいそしてまあこれヒントはもうあのあ、ヒントはね出てますよね。つまり横軸が活動量の強さ縦軸は心拍数としたんですからはい。活動量に対して心拍変動 C を調節する方法っていうのはまあ同様の方法を使えばいいなというふうなこともわかります。はい。 これも私も少しずつやってますけども、はい、そういう方法もあるなと思います。はい、ですので身体活動量と心拍数を組み合わせた分析方法っていうことを考えることで、まあ、心拍変動を分析したいんだけどきれいに測れないような状況も回避できるんじゃないかなというふうに考えてます。はい、ということで心拍変動にこだわることはないですよというところと心拍変動は注意する必要がありますよということ。 まあこういうことを今日お伝えしたかったので心拍数ということでお話しました。はい参考文献えー、こちらですね。はい心拍変動一般に関するえー、あ一番上が心拍数に関する参考文献で2番3番が心拍変動一般に関する文献そして4番が心拍変動指標を心拍数で調整した方がいいんじゃないかという文献です。そうですね Should heart rate variability be, be ハートレートですよね。で修正した方がいいんじゃないのっていうふうな話題です。もし興味がありましたらこちらの見てみてください。はい、じゃあ今日の話題は、はい、以上です。はい、それでは終わります。